はい、はい、サジカーボーカー。それではですね、あのソイカーボーイがなんかすごく閑散としているということで、見に来ました。スクンビット23の入り口からバービアが何軒か、飲み屋さんが何軒かありますので、そこを見つつソイカーボーイの、23側の入り口までゆっくり歩いてみたいと思います。はい、ここがですねスクンビット23入り口に、日本人の方もよく利用されるジャスミンホテルがあるんですが、ここから入っていこうと思います。ここもなんか屋台のなんか飲み屋さんがいっぱいあったんですが、全然ないですね。まあ、ここのセブンイレブンもずっと閉まってる。セブンイレブンの横がコーヒー屋さんで、コーヒー屋さんの横がコーヒー屋さん、ここのコーヒードロップ、ドリップです。で、いっぱいずつボードされてます。今日お店、いっぱい人がいますね。あ、でも結構閉まってますね、やっぱり。ここのタイ料理屋さんも結構いいと思います。ここのラブシーンは、ここ僕結構おすすめのお店なんですが、もしよかったら来てみてください。この先のマッサージャーさんも、まあ、電気がついてるってことでやってると思います。まあ、でここから入っていきます。18歳未満ダメですね。バイクもダメ。あれ、この物売りもダメなんですね。リアカーもダメ。ここは有名なバカラですね。バカラの女の子ここピザ屋さん、ここも有名なシャークですね。実はですね、僕ここから直線距離にしたら多分 200-300m 先のところに住んでるんですが、ほとんど来ないですね。まあ来ないから言ってしまおうかな。あのどこでしたっけ、この辺なんかいつもお客さんがトラブルになるって店が、あ、
そこです。あ、ここでなんか僕昔日本の草剛さん主演のドラマ撮影しましたね、ここで。でも実はここのスタッフだけじゃなくて、スクンビット11のディスコのスタッフとかクラブのスタッフとか呼んで、そこの方が全然可愛いんで、その子を呼んで立たせて、で撮影してたと思います。ここ本当よくトラブル聞く店ですね。従業員が言ってもないのにグワーって飲みに来てですね、気がついたら伝票がこんなになってて、払ってくださいと。でも払うまで帰れないっていう。でも伝票書いてしまってるんで、もう記録に残ってるんでですね、警察呼ぼうが何しようがもう払ってくださいってことで、トラブルによくなりますね。僕なんか前はここによく売ってましたね、このカントリーロード。こんな感じですね。ここの通りにもよくバーがあったんですが、もう全部ないですね。ちょっと電気暗いですね。こんな感じです。